こんにちは、おりんです。今日はこちらの湯沢屋さんで購入してきたカラフルクリーンの、カラーナンバー13番こちらを使って眉の外側を編んでいきたいなと思うので編んでいきたいと思います。で、真ん中から取っていきます。真ん中どこですか。糸の紹介なんですが、カラフルクリーンですね。アクリル 100%、 30g 約 60m 入っています。で、かぎ針の指定が8号から10号で、8号から10号なんですけど、ちょっと細かめで 4.5 ミリで7.5 号で編んでいきたいと思います。ここからは円の編み方の動画を参考にして円を編んでいってください。ボトルの底ぴったりサイズで編んでいたら少しきつかったので4段編んでいたところを5段に変えて編み進めることにしました。5段編んだ後、細編みを1周30目ぐるっと編んでいます。その後模様編みをしていきます。ここから模様編みをしていきたいと思うんですけども、普通に細編みをします。で、1つ飛ばして次細編みをしてもう1つ細編み、1つ飛ばして細編み、細編み、1つ飛ばして細編み、細編み、こんな感じでずっと編んでいくと模様になります。で、最後がこれが引き抜き立ち上がりなので、ここに頭ですね。で、1段完成です。これでずっとひたすらの上まで、の上まで、この上までね、ちょっとくぼんでるんですけど、ここまで編み進めたいと思います。と、それでは入るぐらいまで、上のこの辺まで編んできました。ちょっと入れてみますね。こんな感じ、こんな感じです。と、こうカーブになっている手前ぐらいで止めてみました。こうなっちゃうんですよね。ここが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 段編んでます。で、この底の円が4段だったのがちょっときつかったので5段に増やして全部で30目編んでいます。で、ちょっとこう減らし目をして、次の段に減らし目をして、ちょっとこう傾斜をつける感じで作っていきたいと思います。で、さっきのこの円と逆の感じで減らしていきますね。で、最初のところに減らし目します。で、3目細編み編みますね。2,3 と、で、3目細編み編んだらまた減らし目、細編み3目ですね。これを繰り返します。で、減らし目、細編み3目、で、減らし目、で、
らしめ。あ、ちょっと色が濃くなった、あの、わかります？これが来ると次色変わりますよサインなんですね。どうでもいいですかね。次減らし目ですね。5目3目で終わりです。で、これが引き抜き立ち上がり、ここは頭です。立ち上がりですね。引き抜き立ち上がりはこうキュッと締めた方がいいみたいなので、ちょっと締めますね。締め気味で。で、次最終段編みます。最終段も減らしていきたいと思うんですけど、と減らした頭にピコットなんかちょっと適当にピコットを編もうかなと思います。最初の目減らし目していきます。減らして鎖を3つ編んで、この減らした根元に引き抜き、なんかあんまり本来のピコットじゃないかもしれないんですけど自己流よくわからないんで。で、2目細編み普通に編んで、次減らし目です。減らし目をしたらピコット、その続きでピコットで根元に引き抜き、で細編み細編みで減らし目1、2でピコット。なんか普通にバック細編みとか、普通に引き抜きとかでも全然いいと思うんですけど、なんとなく飾ろうかなっていう感じで。ピコット好きなんですよね。なんかピコってピコットって英語でもピコットって言うんですかね。英語の発音、英語のなんか感じですよね。すごい綺麗なグラデーション、グラデーションじゃないか。色の組み合わせっていうんですかね。青、これ自体が青なんで、ただそれは青使いたかっただけなんですけど。最後まで編めました。ここなんでね、ここに引き抜きます。これで完成です。キュッと、はい、ちょっと合わせてみますね。先に読んだんで、この辺まで編んだんですけど、この円を読んだんで、この辺まで編んだんですけど、もうパッツパツでちょっと透けて見えちゃう感じで、かわいそうだったので、こんな感じになりました。ちょっと可愛くなりました。ちょっと斜めっていうんで、私の編み方がおかしいんで、ね、ちょっとこうキュッキュッキュッと戻して、はい、可愛いですね。糸始末していきたいと思います。切ります。これぐらい残りました。一玉はね、全然編める量になるんで、あ、でもこれねこれと似たような感じで、なんかボトルを飾りたいなと思った時にぜひやってみてください。じゃあよいしょ、ここじゃない、これ糸始末していきます。こっちの底はあの編みくるんでいったので、もう、ね、ちょっと出てるぐらいですけど、もうそのまま使うんで大丈夫。
この糸始末のやり方も私めっちゃ適当なんですよ。本来はこの辺通したいんですけど、どうとか。これで通して、こっちからこう、出すみたいに教わったんですけど、それがあんまりうまくいってない。まあ、こんな感じ。こんな感じ。うまくいきました。こうなんか出てるところに入れるみたいな感じですね。でちょっとこの辺通して、ね、このコロナはもうどうなるかわからないので、まだちょっと消毒のボトルは玄関に置いておかないといけない状況ではあるので、しばらくは使いたいなと思います。このサイズを変えてお子様の水筒とかの、 あのケースっていうか、ね、カバーとかにしたり、空き瓶にこう塗ったものを取り付けて可愛くインテリアにしたりとか、いろいろ使い道があると思うので、これ舐めたら楽しいですよね。なんか綺麗な青色なので編んでて楽しかったです。ユーザー屋さんで安くで売ってるので、ぜひ使ってみてください。昨日も見に行ったんですけど、15種類ぐらいあるのかな。とりあえずたくさん種類があって、で在庫もたくさんあったので、そのお店には完成しました。そこのサイズとか測っていきます。そこが私の編み方で8センチ、だいたい8センチぐらいで、高さが、ピコットも考えなければ17センチぐらいですね。ちょっと入れた状態で、なんかここはちょっといいか、こういう感じで入れた状態だと 16.5 ぐらいで、まあ8センチ、こんな感じ。はい、でなんかこの模様が可愛いので、細編みだけでできるので、ちょっとなんか普通の細編みに飽きた時に簡単にできるので、ぜひ参考になさってください。ピコットもなんか可愛くなりました。全部で4色出ましたね。では、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。他の動画もぜひご覧ください。それでは、さよなら。